印税の計算7万円の印税おめでとうございます <laughs> 印税みたいなもんじゃないですか仕組みから売れてるんでよかったですねうん素晴らしいまああとはまあまあその仕組みにどれだけ数を乗っけられるかですからねまあるいくん今もう広告ガンガンやってるみたいですからだから別にまあ,あの広告やってもそのし、まあ、まずはね僕とおすすめとしては まあ経験値必要なんで、テストして、まあ無料でテストして、精度上げてから、まあ広告回してもいいんじゃないかなとは思いますけどね。うん。まあ僕は広告回さないんで、あの、あれですけど、<laughs> まあそれうはお任せします。ただ、その仕組みの精度ですよね、うん。やっぱ広告費かけると、まあそのコンバージョンの精度を上げるしかないので、 まあ、あと、広告の露出の精度も上げていかないといけないから、こっちにも時間かけないといけないから、まあ、前々から言ってますけど、僕は、無料のメディアの、うーん、なんだ、質、精度を上げていった方が、将来的に、えー、間違いなく、間違いなくいいと思います <laughs>。うん。だからやっぱ、お金を払わなくても安定的にアクセスが、 持ってこれるっていうメディアを作るっていうのが本当中長期考えても絶対あった方がいいですしでそこに精度が高い仕組みがあったら本当に勝手にポンポン売れてきますからなんかま,まずはねあ,の、まあ、あとはフリーコンテンツをこう作っていく過程の中で結局コンテンツの質も上がるのでうんだから、まあ、結局やってた方が集客媒体も強くなるしコンテンツも強くなるし仕組みの精度 一つ一つも上がってくるだろうし、改善して。うん。まあ、これは一つの前進ですね。7万売れたっていうのは。結構7万売るのって難しいと思いますよ。うん。どうすか ?7 万払いたいですかいきなり。知らない人に。だって会った、会ったことないですよね。直接会いました、その人に。まあ、会えないですよね。マレーシアだから。<laughs> そう。見知らぬ、会ったこともないやつに7万払いたいですから。 まあまあ払いたくないですよ。だからそれが仕組みでこうね、払う、あの7万払ってでもそれ買いたいって思わせたっていうのはすごいことなんで。うん。まああとは日々のやっぱことっすよね。まあ本当に着実にこうやっていくっていうことが大事ですね。そう。まあね、さ実はね、さっきね、なんかまた報告、勝手に報告が来たんですけど、報告をシェアしておきましょう。これ熟成さん あの、熟成、ドリアカ、ドリアカ研究生ですね。ドリアカ研究生。<laughs> ドリアカ研究生です。もうドリアカもう入りますって言ってるんですけど、今大学生なんですよ。21か。まあ、あの、勤務研究所のメンバーには入ってるんですけど、勝手に結果報告。無料コンサルを本日しまして1時間で60万売り上げました。しかも一括でと。 これも情報商材バイブルの1対1で売るという項目のおかげです。無料コンサルの前に有料コンサルを売ってあげようと思って、事前に情報商材完全、情報商材完全バイブルの項目を3回読みました。やっぱりすごいです。今でも通用しまくります。興奮して結果を送りつけました。申し訳ありません <laughs>。はい。ドリアカ研究生ですよ。ドリアカ研究、これドリアカ研究生いいな。枠作ろう, <laughs> う。まあこれね、今、金融研究所メンバーで、あの、 なんだこの投げ銭とかをこの子してくれるんですよ。<laughs> で、そのなんか、この前レター作った時に、その120万安いと思いますって、大学の授業料が160万ぐらいしてんのかなで、ドリアが120万安いと思いますみたいな。値上げしないっすよねと、今度入りますみたいに言ってるんですけどじゃあ、あと2、3回60万売ればドリアが多分入ると思うんで。<laughs> まだ大学生でもすごいっすね。21っすよ。21で60万売ってますからね。ちょ負けずに頑張ってくださいよ。<laughs> 印税計算。<laughs> 21歳の子も60万売ってるわけですから、これは勝つですね。まあ、勝つというか、まあ、刺激ですよ、はい。刺激ですよ。はい。ということで、また報告お待ちしております。あ、あと明日っすかね。明日よろしくお願いします。では。